ここから加わっていただきます増田博子先生、増田先生と同じく同じ姓なんですが、弟子と師匠という関係ということなんですね。大阪医療センター乳腺外科医の増田博子先生のご紹介もさせていただきます。よろしくお願いします。こちらのね、美しい方なんですけれども、増田先生は2011年から2年間アメリカテキサス大学 MD アンダーソンがんセンターでフェローとして、トリプルネガティブ乳がんのセブンサブタイプ、ごめんなさい私ちょっとわからないんですけども、はい、臨床的意義について研究されまして、2013年5月、今年の5月アメリカの臨床主要学会アスコーの年次総会で100人以上の優秀な研究者に対して贈られるメリットアワードというものがあるんですけれども、100名の方にそういうアワードを贈られて、その中の最優秀者に選ばれております。はい、すごい先生です、はい、ということで増田博子先生も加わりまして、改めて、増田紀一先生、山口正秀先生、谷向井仁先生、仁先生ですね、仁先生と呼ばせていただきます、吉田恒隆外務省の医務官、ジャムズネットアジア世話人の吉田先生にも加わっていただきまして、山本真紀子代表と私で進めてまいります。それではここから、モデレーターの中本先生に司会進行をお願いいたします。そうですね、最初にですね、私も今日実は3人の先生方のお話初めてお聞きして、メモを取りながら聞いてたんですけども、最初は増田紀一先生の方からですね、最新の医療、日本の、まあ、世界の現状ということでお話しいただいたんですね。で、素晴らしいなと。で、例えば私も昔消化器外科実はやってまして、もう30年も前ですけども、乳がんの手術なんかもやってたんですけども、本当にあの時は全部取って、で液化の覚醒もしてという話で、で今日のお話では液化の覚醒もしなくなる時代が来るという、まあ、外科医にとっては衝撃的なお話もあったんですけども、一つ私の方からまあ米国とは違うなと思ったのは、やはりその外科医の先生が全てを、まあ、増田先生だからこそできているのじゃないかという印象もあるんですけども、まあ、術前の診断から手術から化学療法までやってらっしゃるということで、実際アメリカとかカナダの医者に比べると先生たちも非常に働きすぎておられるので非常に心配で、カナダのお話するとあれですけども、週40時間しか医者働いてなくて平均3000万円もらってるんですね。おそらくこの先生方は3000万円もらってらっしゃらないんじゃないかと思いますので、ちょっとそこは心配なんですけど、その辺先生いかがですか、その先生たちの負担のはどうなってるんでしょうか。はい、僕の一日の生活を知ってる方はだいたい1時2時にはメールがいってるという感じなので、まあ、でも仕事は僕は今楽しくやってるので、まあ、お金の面は、まあ、もう海外とは絶対日本は違いますから、そこを求めてはいけないのかなと思ってます。いや本当給料は3分の1です。3分の1は、まあ、3分の1ぐらいかな、センスはないかな。はい、今日代表であるその山本さん、アメリカの現状というか、どんなふうに例えば乳がんの方が治療、チームで、おそらくチーム医療を受けているんだと思うんですけども、アメリカの現状をちょっと説明していただけますか。座ってお答えします。チーム医療という大げさな名前はついてません。ただもともと一人の人間ができる範囲とか時間は24時間しかないので、全部の医師がスーパーマンじゃないということをベースに、アメフトの原理ですね、全てが専門家をしていて、まあ、乳がんになった時は乳腺外科に増田先生や両二人の先生、山口先生のようなところに行くんですけど、その時点で外科医が先に化学治療をやった方がいいという判断だと腫瘍内科に回す。そういう意味でちっちゃな病院内だけでのチーム医療ではなくて、基本的に専門医がいて、全てが病院内である必要もないし、他の病院の A 先生と B 先生が違う専門家でコネクトする時もあるので、日本で言われているようなチーム医療、病院の中でだけっていうことはないんですけれども、もう少し大きな括りの中で専門家が協力して、一人の患者さん、もしくは患者さんも
多分今日本にいらっしゃる皆さんよりももっとリーダーシップを持ってやらなければうまく自分の治療はできないというのがアメリカのいいところでもあり悪いところでもあり、患者さんにもリーダーシップがない場合はじゃあどうするのって言ったら落ちこぼれる人もいると思います。そういう意味では日本的な一人の初めに行った乳腺外科医が全部やるというシステムもいい場合もあると思いますし、アメリカで自分私はそうですけど自分がリーダーシップを持って決めていきたいと思っている方なので、あの病院もいつもセカンドオピニオンに行ったり自分の主治医を信じてはいますけれども、私は再発組ですからいろんなところでいろんなものを読んで違う場合は違う病院にちょっとセカンドオピニオンに行って意見を聞いたりすることをやってます。ですからいいところアメリカのいいところもあり日本のいいところもあり、あの患者さんの考え方で決めるべきところじゃないかなと思います。だから、そこはですね、だから皆さんがどっちが合ってるかを決めたいことであって、僕らの先ほどその言いましたその一人一人に合った治療を見つけていく将来ですね、おそらくはですね一つの方向性、例えば皆さんの例えば遺伝子を見たらこういうお薬が合いますよとか、うん、こういうタイプのがんになってます、そういうのは分かるかもしれませんけど、今それ分かんない状況の中でそしたら実際例えばお薬の治療をしてですねその反応を見ないといけない、その時には最初 の例えば画像ですね、大きさがこんなんで形がこんなんでそれはどういうふうに変化したか、でその病理 のもちろん病理の診断は専門家でいいかと思うんですけど、その病理のレポートを見て実際僕たちは顕微鏡を見てがん細胞を見てるんですね、それをそしたらお薬の専門家がそしたら全てできるか、もちろんできる方もいらっしゃるのでそれはできてもらっていいと思うんですけど、トータルでそのお薬の治療手術の治療もちろん放射線治療その全体をコーディネートしていく流れを作っていくのはこれはどうしてもやっぱり全体を見れる先生になると難しいかなと僕は思っているので、そのスタイルは僕の中ではしばらく変えないつもりでいます。ただ今アメリカの方 のおっしゃった例えばそれぞれのエキスパート、例えば手術は本当に上手な人に見てもやってほしい、再建手術をしてほしい、例えばお薬もですね本当に1ミリ単位で例えば本当に副作用とか見ながら副作用が出たら量を変えたりとかそういうところまできちっとやってほしい、そうならばそれは皆さんが一人一人その専門家のところを訪れていってもらってやってもらったらいいかと思うので、それは皆さんはどっちが合うか考えています。アメリカの場合でもあれですよね、あの山本さんの主治医 のコーディネーターになる先生いらっしゃいますよね、一人ね。私はもう再発ですので、あの腫瘍内科オンコロジストとカタカナで言われる先生たちです。あと一番大きな点は今保険システムが違いますよね。正直アメリカは非常にお金かかりますので月あの1000ドル以上、まあ、ご家族だと月1500ドルぐらい、まあ、15万円ぐらい保険料払っているという状況ですよね。日本だとまあ1万2万円ぐらいじゃないでしょうか。はい、ですね、そうあのあそうじゃじゃあの、ひろこ先生の方からもアメリカの現状について。あ、すいません、日本の一番いいところはどこに行ってもおそらく大きく変わりない平均なところというか最低が確実に担保されているということが私が一番アメリカで感じた大きな違いというか、アメリカは非常に落差があるんですね。例えば私がいた MD アンダーソンは今全米で一番がんの患者さんが多いんですね。で、あのがんの専門病院で今10年間ずっとトップの病院です。でもその病院はですね基本的にはですね初診料に30万円が払える方もしくはヒューストンいわゆるテキサス州に お住まいの方しか来れない病院なんですね。つまり最高の医療をされてますけれどもそれだけの経済状況があってそういう方そういう保険に入っておられる方がおられる病院なんですね。でそういうようなのが大きくやっぱり違うんですね。で私はあの私はもともと医療センターで乳腺外科医を始めたので非常にあの増田先生の増田っ子の力が入っているのであれですけど、私も個人的にはやっぱりあの一人のがんの患者さんの全てがこう経過的に見れる治療というのを私は個人的には私もあのそういう医者でありたいなと思うのでこのスタイルなんですけど、アメリカはやっぱり全く違います。あのディテクションまず診断の先生がおられて外科の先生がおられていわゆるオンコロジストの先生がおられてっていうのが MD アンダーソンは非常に大きい病院なのでそれが病院内で全部チームになっていて、で先ほど言われたようにお医者さんが何人見ますか、あのよく私もずっとあの外来を見てたんですけど、いや今日は10人超えた非常にしんどかったなとおっしゃっているのを聞くとムカッと感じような10人でしんどいのっていう、例えば増田先生が何人見られて5、60人の方を9時から5時までに全部見取られるのと比べるとやっぱり個々の医者一人の医者の仕事量というのは格段にあの多いんですけど、ただそれはマンパワーもすごいんですよね。そのお医者さん自身も多いしお医者さん以外にもその看護師さん以外にも専門の方がたくさんおられて、でそういう人たちがこ うまく役割分担をしているところは少し見習った方が日本もいずれ
なかなか破綻するというか、いずれやっぱり患者さんにもそうですけど、おそらく日本の患者さんは待ってくださるし、文句も言わなくて、皆さんこう先生忙しいでしょうから今日はもういいですとおっしゃってくれるような優しさをすごく私は日本の患者さんに感じますけど、やっぱアメリカは違いますよね。ちゃんとお金払ってきてるんだから納得いくまで話してよっていうのがやっぱりイメージとしてはありますよね。で、山口先生の方からですね、次、要するに術後、術後ですか、術後の経過中の治療についてお話しいただいたんですね。で、その時にその治療ガイドラインというのがあると。で、それに従った検査なんかだと、例えば1年に1回マンモグラフィーとかそういうことですよね。でもその施設によっては3つも5つもやってらっしゃるところがあると。私ちょっと気になったのは、私もよく日本の医療の制度が分かってないんですけども、保険でカバーされてるんですかということがまず一つお聞きしたいんです。基本的には皆、まあ、保険ですので、その外来診療におきましては、オーダーしたのは通るんですが、ただ今は、まあ、このいろいろ財政事情なんで、保険診療に関しましてはその審査で削られると。削られるということはどういうことかというと、まあ、患者さんのご負担は、まあ、さまざまなさまざまあるんですけど、その7割に病院に入る分が入らないということで、結局、だから、まあ、その審査している先生の考えであるんですけど、まあ、どちらかよりも厳しくなってきますけど、であともう一つはその病院経営、うちはそんなに言われてないですけど、まあ、病院によっては売り上げですわねやっぱりそのいうところをあったらもう、まあ、それプラス、まあ、ちょっと正直申し上げると、やっぱり患者さんも安心っていう方もおられますし、どうしても検査が増えていく傾向もあるかもしれないですけど、まあ、お金に関してはだからそのこうせめぎ合いというか、どこまで認めるかということだと思いますね。ではまあその施設によっては5つぐらい、例えば検査をされていたところは一応そのまあ保険でカバーされているケースが多いだろうということですね。あ、分かりました。まあ要するに患者さん、日本の場合だとそのまあ日本とアメリカとかカナダとか違うのは、その患者さんの希望に応じた検査をしてくれるというのは日本ってすごいなと思うんですね。要するにですね、アメリカとかカナダなんか行くと、病院行くとですね、その検査は必要ないよって言われて終わっちゃうんです。 でも日本の場合だと、例えばもう下手すれば CT 取ってくださいとか MRI 取ってくださいみたいなことで、結構それがまあ保険でカバーされるという状況がまだ続いててですね、どうなのかな、まあ、どっちがいいのかなっていうのも私はちょっと疑問なんですけども、そうですね、ここで、はい、どうぞ。いや、再発が心配だからその CT を取りましょう、まあ、その考え方は分かるんですね。まあ、取ることを全くしなくていいですよと、確かにその今の日本の現状の中で言えないと思うので、でも手術終わって1年後に2年後に毎年 CT 取ってる人、僕それは脳がないかなと思ってます。それぞれの方に再発しやすい時期というのはもう決まっているので、その時期を中心に検査をするということを考えていかなきゃいけないです。そうするだけでも医療費が10分の1になりますから、はい、そのような考え方を僕たちは持っています。はい、私、まあ、東北震災の支援なんかもしてたりするんですけども、例えば福島の、ね、話なんかでも放射線の心配をすごくされている方が、一方でそのレントゲンはもう平気でたくさんその取りたがってるとかっていうのがあって、ちょっとバランスを欠くんじゃないかなというのもあります。その辺はやっぱり医者の側からきっちり説明していく必要があるんだろうなというふうには思ってます。まあ、今日ねいらっしゃった方、あとやっぱりそのアンジェリーナ・ジョリーさん の話というか、もう気になっている方いらっしゃると思うんですけども、まあ、いわゆるその遺伝子検査の話ですね。まあ日本の現状どうなってるか、まあ、彼女がやられたのは BRCA、BRCA の1とか2というやつで、まあ、遺伝性乳がん、卵巣がん、症候群という、まあ、疾患についての検査だと思うんですけども、それ以外にも実はいろんな遺伝子の検査があるんですね。その辺 の最新の状況をですね、ひろこ先生に解説いただければと思いますけど。すみません、はい、まあ、一番その乳がんで今言われるのと、オンコタイプ DX といって、まあ、ホルモン陽性の患者さんなんですけど、どういった方が再発がしやすくて、また抗がん剤をホルモン陽性だけど抗がん剤を乗せることにメリットがあるかどうかというような遺伝子のレベルで検査して測る方法があって、それは例えばアメリカであればそれはもう保険でカバーされているので、
本当に自分が必要な治療は何なのかということを、もちろん乳がんというのはサブタイプがあって、先生もお話ししてくださったんですが、大きく分けて3つ4つのサブタイプがあるんですが、その中でもまだもっとどんどん乳がん治療の個別化というふうに今すごく進んでいて、乳がんだけではないんですが他のがんもそうですけど、個々の人たちに本当に合った治療をというふうな流れが、大きな流れがもうできていて、でその中で一つアメリカと日本の違いは、そのオンコタイプというものが保険適用として普通に使われていて、リカレンススコア、リスクスコアですね、どのくらい危険があるのかっていうのが数値化されるんですけど、その数値で3段階で、おそらくあなたは危険の高い方でしょう、真ん中の人低い方でしょうというようなクラス分けができるということですね。で一つの情報にはなりますけど、それが 100% ではないというのがやっぱり難しいことで、例えば再発のこともどのくらいのパーセントですかってお聞きなされることもあるんですけど、大きくなんとなくのパーセントはもちろんデータから言えますけど、個人の皆さんがどちらに入るかっていうのまではやっぱりまだ分かってないです。で治療も分子標的薬ハーセプチンというようなお薬が出ましたけど、遺伝子をベースにして、治療ドラッグが治療のお薬ができていると。でそういったものは非常にたくさん最近開発が本当にたくさんされています。でそういうのは、そういう遺伝子が持っていない方には全く効かないようなお薬であるということがあるので、抗がん剤みたいに皆さんにある程度効くというわけではなくて、その遺伝子をお持ちの方、そういった性質の方だけに効くというようなお薬がたくさん開発されていますので、アメリカの方ではですね、そういうような皆さんが捉えた遺伝子すべてを解析して、その遺伝子異常や変異によってお薬を選んでいくというような治療がトライアル、また試験の段階ですけど実際動いているのが現状です。はい、アンジェリーナ・ジョリーさんの話ばっかりがその話題になって、その予防的乳房切除ありかないかみたいなことがマスコミ的には話題になってるんですけども、むしろ医者の側からするとオンコタイプですね、オンコタイプ DX っていうその遺伝子検査があって、そのがんの顔つきですね、悪性度みたいなことを調べることによって、その予後とか、あるいはその抗がん剤ですね、タキソテールとか、あるいはそのホルモン剤がその方に効くのか効かないのかということが、その遺伝子のタイプを調べることで分かると。つまり無駄な化学療法をしない、でどういうことか、治療をしない、どういうことかというと、無駄な副作用を減らせるということですね。もちろん経済的にもそのずっと楽になるというケースもあると思います。そういう意味ではその辺はですね、日本ももっと進めていただければいいんじゃないかなと思ってるんですが、実はまだ保険適用されてないので、保険適用されてないことによって治験もあまり行われてないっていう話を聞いたんですけど、どうなんでしょうか。それについての薬の薬剤の治験ですね、そのオンコタイプ DX に関してはもう実はもう日本のデータがございます。あるんですが、一応海外のデータと同じような形で、オンコタイプ DX で低いリスクですよというと、やっぱり再発しにくくて、高いリスクであれば早期に再発するということも分かってます。分かってるんですが、おそらく日本のその保険制度上ですね、そういう検査に関するところで結構シビアでして、およそ2万円、一つの検査2万円だけですか。保険で認められる検査のお金としては2万円ぐらいが一つの限度なんですね。で今遺伝子検査、今人と簡単に言うんだけど、実はこれ井村さん自費診療で、おそらく日本からアメリカの方に出してですね、今40万ぐらいになったんですかね、40万からちょっとですかね、でそのお金をそこに出す価値がある人とない人を見分けなきゃいけないわけですね。でそこの見極めるところはやっぱり僕たちになるんかなと思ってます。でおそらく日本の中で保険適用その開発された方は頑張ってらっしゃいますけど、さっき言ったその1つ2万円前後という1つの大きな縛りがどうしてもあるみたいで、皆さんがそしたら受けたいから、全員の方がそしたら、40万の3割ですから12万円払ってできるかどうかというのはちょっとなかなか難しいとなってくると、おそらくアメリカのようにいわゆる民間の保険会社がそこをサポートするかどうか、おそらく高度先進医療の枠組みの中でっていうか、お金が出せる人に、その保険をたくさんかけてる人にはおそらくそれを保険会社がカバーしますよという時代が来るんかなという形で、あくまで僕の見方ですけれども思います。増田先生のことに続いてなんですけど、アメリカでは早期乳がんになった人で保険に入っている人は
ほとんどカバーされて遺伝子検査をいたします、私の経験では。でもうなった人です。だからアンジェリーナ・ジョリーみたいな人はそれこそ家族歴を医者と喋ってからでしかなりませんし、今なって早期ステージ1とかステージ2になった方は確実にやってる、あの医者から勧められて、自分から言うのではなくて医者から勧められて保険にも入っているから、あのやられる方がほとんどです。でオンコタイプ DX も出てきたのは多分 6,7 年ぐらいで、私たちが一番多分日本語で早く訳した方だと思うんですけど、で5年ぐらい前にアメリカで厚生労働省、アメリカの厚生労働省みたいなところに保険に入ることになってからは、ほとんどのニューヨーク近辺の、医者は早期乳がんになってリンパ腺に飛んでない人に限って今は保険適用になって、私の知ってる限り日系人、日本人、日本語をしゃべるニューヨーク近辺住んでる方のサポートでは過去5年間全員がやってらっしゃいます。それでほとんどの、もうほとんどというか全員が、あのその数値が低いために化学治療をやらずに住んでる方がほとんどです。ですから別に患者が選んでるわけではなくて、医者の方からやるべき人を選んで保険も持ってるから、保険を持ってない方もやってます。定額所得者用の保険を持っている方でも、あのそれのカテゴリーに入っていらっしゃる患者さんであったら医者が勧めて、無料でやっていらっしゃいます。あのそのアンジェリーナ・ジョリーさんのやられ、まあ、書かれていたその BRCA、BRCA の1とか2は家族性の、まあ、乳がんの話ですよね、あっちは。で将来、まあ、要するにどのぐらいその乳がんとか卵巣がんになる確率があるかというような検査ですよね。それだとなんかこう知りたくない、もう別に知ってもっていうような形の方もかなり日本の場合だといらっしゃるかもしれませんけども、今お話したそのしてたオンコタイプの方だと、実際にがんになった方がその細胞を調べるという話ですから、これはもう日本でも皆さんどうですか、ぜひ受けてみたいというようなイメージをお持ちなんじゃないでしょうかね。どうですか、その私も受けてみたいという方いらっしゃいますか。あ、はい、そうですね、今度は結構手が上がりましたよね、はい、どうぞ、はい、出てるんですが、この会場でオンコタイプ受けられた方っていらっしゃるんですか、ね、ぜひもしあの、まあ、差し支えなければというか、あの、オンコタイプ DX の検査を日本でっていうか、あるいはアメリカでも結構ですけども、受けたことのある方は会場にいらっしゃいますか。あ、個人情報があれば皆さん目をつぶっていただいて私だけカウントするっていう手もありますけども、どうでしょう、いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね、すごいですね。あの日本で受けられたんですか。あ、それはあれですよね、遺伝子療法ですね、遺伝子の血液検査ですねのことですね。そうです、受けました、最近受けました、はい、自費で。すいません、どちらで受けられたんですか。今通ってる病院で初めてなんですよ、私が一番最初に。じゃあ私あのトリプルネガティブで、あ、はい、であの多分私家族にはほとんどがんいなくて、みんな長生きなんで、まさか、でもまあトリプルだと受けてみたらっていうことで、先生はお勧めるっていうこともないけども、私ぜひ受けたいって言って、で、まあ、病院もまた整ってなかったので随分かかって、1月ぐらい前ぐらいかな、もうすぐ前受けました。であの遺伝性じゃなかったんですけどね、でだから乳房は、まあ、あの遺伝性だと取ったりできるんですよね。私の場合取ってほしいなと思ってたんやけど、遺伝性じゃないので取るっていうことはしませんっていうことです。あのちょっとあの説明ごめんなさい、私がこっちにさせてしまったのが悪いんですけど、遺伝子 その大きな検査でですね、まずお話しされたのはいわゆるあのおっしゃっている BRCA1、2というようなあの乳がんになりやすい遺伝子をお持ちかどうかというような遺伝子検査と、今実臨床で積極的にされているオンコタイプというのは同じ遺伝子検査ですが、見ているものもあの方法も違うんですね。でその一つ遺伝性のものに関しては、先ほどおっしゃったように一つはそのトリプルネガティブと乳がんに多いというような形で、それもまた一つ遺伝子の検査になるんですが、それももちろん日本では実臨床でもなくて、アメリカでもですね、あのたくさんの人に皆さんやりましょうというようになっているわけではないんですね。でアメリカでは必ずあの問診とその専門の遺伝子カウンセラー の先生が
おられるような施設で、家族歴であったり、その方のがんの状況、再発、あのがんになられた年齢とかですね、そういった方でリスクの高い方に関して、そのご家族とそのご本人さんとご相談をしながらさせていただくという、その遺伝性乳がんの検診の遺伝子の検査と、もう一つそのオンコタイプというのは、その今はホルモン陽性の乳がんで、今はその最初はリンパ節転移のない早期の方に、その方に本当にどんな治療が必要なのかどうかというような検査、またこれは全く別の検査になるんですね。でその検査を少し今、まあ、あのリンパ節の転移のある方でもその含めてですね、少し早期がんに近いようなホルモンの陽性の方で、本当にその人たちの治療に何が一番合っているのかという治療選択の方法の遺伝子検査というのも別個にあるんですね。それは少し違うものですね。まあ、ありがとうございます。おそらく、まあ、家族性かどうかの検査をされたな、遺伝子検査をされたんだと思うんですけども、今そのカウンセリングという話が出たんですよね。やはりその家族性の遺伝子を検査する場合には、そのカウンセリング体制が必要、非常に重要だと思うんですよね。検査してあなたは将来8割7割ね、乳がんになりますって言われて、それで放り出されても困りますよね。そのどうする、じゃあどうしたらいいのっていうようなカウンセリング体制みたいなことは、日本ではできてるんでしょうか。一応、うちの病院の今院長は外科なんですけど、家族性腫瘍学会の会長やってまして、乳がんじゃないですけどね、発がんのそういうので、そういうことで、HBOC に関しましては、関西 HBOC っていうのは、乳がん、卵巣がん、症候群ですね、遺伝性、アンジェラ・ディジさんがな、あの方は僕が、僕が聞くところによると、おばさんがそういう遺伝子持ってて、自分も調べたっていうことで、多分今、スクリーニングでやってても、誰かがん、乳がんで決まってる方に対しての本人の、検査に日本ではと思うんですけどね、本人の検査か、あるいは誰かが、そういう BRCA1 という遺伝子を持ってた方が血縁関係におられて、その関係者と調べる2つの種類があると思うんですけども、で確かに遺伝子カウンセリング大事なんですけど、当院でも一応検査まではできるようになったんですが、多分大阪でも 4、5節ぐらいしかないんですね。で問題は全部保険効かないということと、検査も含めて全部保険効かないということと、あと情報の保護ですかね、保険に入るとか、そういうもし遺伝子異常あった場合に、日本では多分それがひょっとしたら差別の原因になるかもしれない、就職とか結婚とか保険、入るときとか、そういう法律、情報のセキュリティを守る法律ができてないと、アメリカでもとっくにできてるっていうことなんですけども、だ全然体制が整ってなくて、カウンセリングも大事ですけど、その次の情報の管理の 法的な裏付けがないんで、そういう意味でもだからちょっと難しいと思うんですけど、カウンセリングの施設はいくつかありますけどね。分かりました。本当にただでさえね、そのがんの告知みたいな、あるいはその言われて、それこそそのジン先生のおっしゃるような、そのデプレッション、うつ病になったりとか不安障害が起きたりするような中で、さらにその家族性ですと言われてですね、で自分だけじゃないですよね。そうすると娘さんとかにどういうふうに伝えようとか、いつ伝えようとか、そういう話もすごく心配になってくると思うんですよね。さらにその不安材料が増えることは確かで、ただBC ネットワークさんのホームページに一番上改めて見るとですね、そのナレッジイズパワーって書いてあるんですね。知ることはやっぱり力だと。今日も情報っていうお話がありました。もちろん情報は選択する必要があると思いますけども、その知ることが悪いことだとは私も思ってなくて、そこからどうそれを使うかということが、まあ、こういう会でも重要なことだと思うんですけども、遺伝子検査の話、ちょっとじゃあ体験を山本さんの方からしてもらえますかね。前にも申し上げましたが、私は 再発ですので、娘が今20歳の大学生の娘がいますので、8年前に再発した時に乳腺外科医から遺伝子検査を受けるようにと言われました。一番の理由は自分の卵巣を取るか取らないかというのを決定することができる。2に自分の娘がいた場合、娘がいた場合にそれを どの年から検査を始めるか。普通の何も家族性のない方は多分40歳から
1年か2年に1回ママグラムを受けましょうっていうのがアメリカですし、多分日本もそうだと思うんですけれども、私の場合は38歳で第1回目の早期乳がんになってますし、娘も今15歳の時に再発しましたので、実はあんまり知りたくなかったの、知ってもじゃあ娘が15歳の時に何をするんだという理由もあり、大学に行くまで延ばしました。それで遺伝子検査を先生の強い勧めにより、まあ、自分もやりたいと思いまして、娘がと自分の卵巣をどうするかという両方の2点を調べるために遺伝子検査、これ全然痛くない、ただの血液検査ですから やりましたところ、実はネガティブでした。で、再発したにもかかわらずネガティブだったので、遺伝子性は娘には多分これも多分ですで言ってないだろうというもとに、じゃあ今20歳の娘はどの時点でママグラムなど問診、医師への問診を始めなくちゃいけないかって、これももう別にアメリカではまだガイドラインが決まってるわけじゃないと思うんですけど、まあなんとなく2人ぐらいの医師がアメリカニューヨークのコロンビア大学病院に私は行ってるんですけれども、25歳ぐらいから1回目のママグラムをして、自分の触診ではなく医師、産婦人科もアメリカは結構見ますので、産婦人科もしくは乳腺外科に毎年行って医師の触診をするようにというのが多分今20歳の娘 のガイドラインになってます。はい、昨年もね、BC ネットワークさんのミーティングがあったんですけど、その時にニューヨークから来られた方で、遺伝子検査で家族性だということが分かって、将来なる可能性がある、現在実はなった方なんですけども、将来のためにですね、卵子を保存するという、もう子供はまだいませんでしたから、その治療のためというかね、卵子をあらかじめ保存しておくという処置までされている方がいましたね。その卵巣摘出ということも考えてんだと思います。それもアメリカの場合は保険にカバーされているということで、すごいな。アメリカの場合は未婚の女性が乳がんになった場合、それも考えつつ化学治療もやり、化学治療の後に生理が戻ってこないこともありますから、その辺を考えつつ卵子を保存しておくというのも、それ誰でもやってますとは申しませんけれども、結構ニューヨーク近辺では やることを考える人が多いです。しかしながら保険治療にはなっておりません。多分なってます。はい、はい、どうぞ。私が聞きたいのは、その遺伝子ということよりも、例えばオンコタイプの検査をやった場合ですね、ホルモン治療にしろ抗がん剤にしろ、そのこういうその結果が出たので、この薬がいいですよというのは、そのオンコタイプをやってない人とやった人ではどういうような違いがあるのか、その点をお聞きしたいので、先ほどのお話、私がしたのは遺伝云々じゃなくして、そちらの方は重点的に聞きたいと思っているんですが、想定をよろしくお願いします。はい、申し訳ありませんでした、ちょっとスキップしてしまいました。まず先生、じゃあ解説をお願いします。はい、オンコタイプ DX が有効な方は、例えば僕たちが皆さんに化学療法を受けた方がいいかな、受けなくてもいいかなと思える患者さんで、僕たちも悩んでいる、あなた方も悩んでいる、その時に実際オンコタイプの遺伝子の検査をしてみて、あなたの再発の危険性は低いですよということが分かれば、化学療法をなしにできる、それだけです。今ご質問があった、そしたらあなたは多機酸系のお薬はいいですかとか、アンサーサイクリン系のお薬はいいですかとか、例えばホルモン療法の中で何がいいですかということまでは、残念ながら今のその検査では分かりません。必要なかって安心したっていうケースもありますし、私が読んだのは効くということが分かって、改めてその自信を持って抗がん剤を受けられるってよかったっていう感想も聞きました。抗がん剤治療はいるかいらないか分かんない人にいる、もちろんいるときはいります。僕たちが見ている人はいります。それはわかりますかね。それはオンコタイプ DX が全てじゃないんですよ。あくまでいくつかの評価をしていく項目の中のそのうちの一つです。判断の基準を例えば5つ6つあるところに1つオンコタイプ DX の検査を加えたら、より分かりやすくなりますよという検査です。いいですかね。
いや、もう少しちょっと聞きたいんですが、その例えば、ホルモン、今もう日本のはすごくがんに対する薬というのは、まあ、非常に世界でも有数 の、 その種類があると思うんですよね。でやはり先生としてもそういう場合どの薬が効くだろうということをある程度想定しながらお話をされると思うんですが、はい、その中で、温厚タイプを受けておれば、その、まあ、例えば10あるものが、まあ、5ぐらいに絞れて、これこの症状だったらこの薬が最も効くんじゃないかというあたりの選定ができるのですかということを聞きたいんです。抗がん剤治療がいるかいらないかが分かりますよという形でお願い。抗がん剤治療、いや、髪の毛が抜けるような抗がん剤ですね、その治療がいるかいらないかを大きく判断するツールです。種類までは、だから抗がん剤の中で A というお薬がいいのか B というお薬がいいのかまでは分かりません。そうです。補足させて言われた通りなんですけど、例えば温厚タイプというのは21個のジーンを見てるんですけど、そのうち非常に重要になるキーのジーンというのは、実は私たちは実臨床でもすでに遺伝子はもう常にごめんなさい遺伝子が常に実臨床でも皆さんも測っているような ER であったり PR であったり HER2 あと KI67 とおそらく皆さん聞かれたことがあるようなものなんですね。で、例えばアメリカ保険が通ってその一つの大きな証拠としてその検査をたくさんの人が受け取られますけど、先生が言われたように本当にその検査が必要な人は、アメリカで今皆さんが保険適用だからと全然受けている人皆さんが必要ですかというと、私たちそのがんを見ている専門家から見るとおそらくそんな遺伝子を受けなくてもですね、今分かっている私たちの検査の中でですね、この方にある程度効くだろう効かないだろうというのはもう分かるんですね。なのでそういったことで十分代用が効くんです。ただ中に私たちも見て非常に真ん中の人っておられるんですね。どうだろうな、実は本当はやった方がいいのかもしれないし、でもこっち腫瘍の例えば腫瘍は大きいけれど、がんの性格から見たらおとなしいなとか、がんの性格が例えば2ぐらいだなと、でリンパ節も1個は転移があるけどそれ以上はないな、でもこの人に本当に何がいるのかなっていう、私たち自身も乳腺の専門医も迷うような時にですね、そのプラスアルファの、まあ、21個のジーンのうちの4個、まあ、4個私たち代表的なものを調べてますけど、そのプラスアルファの情報として非常に役に立つんですね。でおそらく日本が積極的にそこを取り入れない取り入れると少し遅くれたのはもちろんその医療所のお金のところもあるんですが、おそらく今私たち の医療の乳腺外科医や乳腺を専門にされている先生たちがそこまで絶対必要な患者さんというのが本当にたくさんいらっしゃいますかということに、その増田先生も疑問を持たれているんだと思うんですね。というのが今ある既存のテストでもですね、ある程度私たち分かります。がんおそらくがんがよく効く、抗がん剤が効くんだろう効かないんだろうということが。でお薬の種類に関してっていうのは、だなら抗がん剤の中で今少しずつ遺伝子が何個か調べられてはいるんですね。ただ実臨床としてですね、皆さんにこの遺伝子があったからおそらくあなたはこのタキサンというお薬が効かないですよとか、ナベルビンというお薬の方が効きますよとかっていうようなところまではねまだ行ってないんですね。ただジーンが注目されているジーンはいくつか出ているのは事実です。ただそれはまだ全然アメリカでも実臨床にはなってないですね。はい、本当にベテラン その経験値の高い先生方のさじ加減みたいなところでかなり、要するにその遺伝子検査じゃなくて、ちょっと経験値でかなり、さじ加減じゃないんです先生、それは経験値です。経験から基づくいわゆる情報ですね。経験から基づく情報ですよね。でかなり検査をする、で検査ももちろん一ごく一部の手段でしかないという話。ちょっと決してアメリカ その認められているその保険で認められているその検査を日本でここでやりましょうって言ってるわけじゃないことだけご理解いただきたいんですね。で日本は実はそのアメリカとかと他の国と違っていいところは皆保険制度で、病気になっていわゆる3割負担とかもしくは高額医療制度等を使うと、まあ、かなりどなたでも一応標準的なその治療を受けれるというすごくその保険制度から見たら恵まれた国なんですよね、うん、はい、その国の中で例えば高額の検査を認めていきましょうというときには、そしたら検査がどの人にも例えば乳がんで全員に有効な検査であれば保険は認めます。それはいくら高くても厚生省は、うん、でも今話したように
10人あ多分100人いらっしゃったらおそらくですね多く見積もっても2割から3割です、うん、だそしたら2割から3割をどういう形でしたら選別してくるかっていうか選んでくるかという方法が分からない限りは厚生省は認めませんそれは、うん、でハーセプチンというお薬乳がんの中でハーツ陽性という一つの因子が分かったからそのお薬はちゃんと認められてハーツ陽性の方は皆受けれるわけです。でそれは日本の保険制度の良さを逆に皆さんはやっぱり理解しておかないといけないところで今ご質問いただいたようにおそらく疑問に思われたことを僕今お話お返しさせてもらったかと思うんですけどつまり全員に必要な検査かどうかというところも大事なポイントです。そうですね、まあ本当にでも日進月歩で10年前と全く状況が変わってきて、まあ、20年前私がやってた頃とは全く違いますからハーツもそうですしどん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 新たな情報がまあできてきてるんじゃないかなと思って期待はしております。あと谷向先生の話でね私もその当時ニューイングランドジャーナルオブメディシンでしたっけで発表された時にすごいなと思ったのは要するに緩和ケアがですね要するに治療成績につながるという話なんですね。その昔その終末ケアみたいな言い方をしてた時代があってターミナルケアとかって言ってですねもう本当に手を尽くしようがない患者さんが行くようなところでもう緩和ケアに行ったら終わりやみたいな勘違いがあったんだと思うんですけども今はそうじゃなくて、がんの早期から緩和ケアをそれもチームでやらせてらっしゃるということは非常にびっくりしたんです。日本もこれだけチーム医療が進んでるのかというのはちょっとでなんか全国に緩和ケアチームがあるということでその辺の現状もちょっとご説明いただければありがたいと思います。ご質問ありがとうございます。何年ほど前ですかね 4,5 年ほど前からその全国でその日本でがん対策基本法で施行されましたよね。それでその中でその緩和ケアという文言がやっぱり出てきましてその時からそのがん医療に携わる医療者に10万人研修としてその今も活動してますけれども緩和ケアをまあ、最低限の緩和ケアの知識と技術をまあ身につけようというような研修会が全国的に行われています。で、私は精神科医ですので、まあ、その中で今日お話ししたような、まあ、抑うつとか不安あるいは皆さんはご経験ないと思いますけど繊毛という意識障害が非常にがんの領域で多いわけですね。でそういうようなものとかあともう一つ最大のポイントっていうのはコミュニケーションの練習です。これは患者会とこういう場でお話しさせていただくと医者はコミュニケーションそんなことをわざわざ勉強しているのかというようなことをお話でお叱り受けることもあるんですけれども実はすごく大切な部分です。例えば大阪医療センター松下記念病院では絶対ないと思いますけれどもいろんな病院でそのお医者さんの説明がもうちょっとこうやったら内容ではなしにですね伝え方とかあるいは今日すごく長い間待ってあれだったのになんか気持ちの部分を聞いてもらえなかったとかそういうようなところに配慮するコミュニケーションの、まあ、みんなで均等化してそこから先は個人個人で持たれている能力は違うわけですけれどもそういうようなコミュニケーションを取りながらやっぱりその医療のまあ関係性信頼性を深めようとそういうような研修会っていうのを全国的にやってまして私もその中央でそういうところでお呼びいただいて指導させて、まあ、指導って偉そうです一緒に勉強させていただいたりする中で活動しています。でそのこの緩和ケアというのは今日お話ししましたように早期から導入しましょうということなんですね。で昔はホスピスと超対比的に言われてホスピスケアとかいうような言われ方もされてホスピスは確かに前まではそのもう治療がなくなったらホスピスかとかいうような話になってきてたわけですがケア自体はですね非常に重点的に行われます。それを早期から導入しようというのがまあ緩和ケアです。そうですね、だからどちらかというと医療技術というよりもそのスピリットとか医療者がこういうようなマインドですね気持ちを持って患者さんを、まあ、治療あるいはケアをしましょうということであって当然治療されている先生がそういうことをもうすでに実践されている方が圧倒的に多いわけですがそういうふうな、まあ、お忙しすぎてそういうことができないときに、まあ、それを補完するのが緩和ケアのチームであって緩和ケアはいろんな多職種がいるので一つの問題でぶち当たった時にみんなで相談して例えば実際的に言うと週に1回みんなで顔を突き合わせて各症例の、まあ、カンファレンスをするわけですね。そこにはその、まあ、治療医も入ることもあればその、まあ、痛みのコントロールをする医師もいて精神科医もいてそして、まあ、いろんな多職種が入ることによって
この人の問題点というのは別に体の問題だけじゃなしに経済的なことも困ってる、あるいは家族がこういう状態で困ってるとかいうことをみんなで話し合うことでいろんな問題を少しずつ和らげていくと、こういうような活動を全国的にやっていますので、もし皆さんも、ご興味という言い方はおかしいですけれども、そういう多方面的に困られている方はですね、ぜひその通院されている病院でご相談されたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ホームページかなんかに情報は出てますか？あ、そうですか。せっかくですから皆さん、この平場でご質問をもうちょっといただければ。あ、どうぞ。はい、すいません、2点ほど質問があります。去年の8月に乳がんの、治療をしています。で、ここの病院じゃなかったので、放射線治療を受けています。で、先ほど、ここの病院だと最近は放射線治療を受けない方も多いというふうに聞いたんですけど、実際に受けてしまったので、じゃあその場合のデメリットっていうものはどんなものがあるのかなっていうことを1点お聞きしたいのと、もう1点は治療後のことで、例えば乳がんになった人、子宮体がんですかとかなりやすいから検査をした方がいいよっていうような話を聞いているんですけれども、先ほど寝た子は起こさない方がいいというようなことをおっしゃっていて、そういう観点からいくと、その無理にその検査をしてなんか細胞を傷つけてしまうことはかえって良くないっていうふうに言われているお医者さんもいらっしゃるみたいなので、そのあたりはどのふうにお考えなのかなっていうのと、あ、すいません、あともう一点だけなんですけど、治療後のあれでお医者さんの視触診ですね、必ずされるっていうようなことを言われてたんですけど、ちょっと今私が実際かかっている先生は全くそれをされないので、それっていうのはやっぱり乳腺外科的に見てどうなのかなっていうここの病院ではありませんので、全然違うところなんで、はい、3点すいません、そういう質問の方がおそらくいろんなあれで盛り上がりやすいと思うんですけども、1点目、放射線治療のデメリットは、大きくその例えば命に関わるとかそういうことはないと思います。ただおそらく受けられた方ご経験の分かるように、受けた皮膚のところから汗が出ないですよね。おそらく反対側と比べると夏場は暑くなった、そのつまり皮膚のダメージもあるわけですね。もしかしたら触った感じも違うかもしれませんよね。そういう普段の生活に与える影響を細かく見ていくと、当てなくてもいいんだったら当てなくてもいいんじゃないのっていう気持ちです。だからもちろんその全員に当ててないわけじゃなくって、必要な方と必要じゃない方を僕たち その過去の経験から状況を見て、でその僕たちの状況だけで、実はそれは僕たち全国といろんな先生方とコミュニケーションを取ったりデータを一緒に集めたりしてますから、そこから見た情報として、あなたの再発危険性は当てなくても 5% ぐらいですからっていう状況で、当てても当てなくてもそんな変わらないだろうという時はどうしますか。もちろん当てたい方は当ててもらってもいいと思いますけど、そういう、それは言ってみれば軽い副作用かもしれません。それから2点目の子宮体がんの方の検査ですけど、おそらく年齢によってちょっと考え方は違ってくるかと思います。閉経前の方で、例えば普通に生理があるような方であれば、ホルモン剤を飲んでながらも生理が続いてちゃんとあるような方であれば、子宮内膜は自然その時剥がれていますから、そんなに気をつけて見る必要はないかと思います。で、閉経後の方は今実はおそらくノルバデックスとかのお薬じゃなくって、アロマタイズ阻害剤であるアルミデックスとかレトロゾールを使っていることが多いかと思うので、あまり子宮体がんの方を考えないわけですよね。なってくると、以前よりは少しその子宮体がんに対するケアに関しては僕たちはトーンダウンしています。そんなに積極的に受けなさいよということは言っていません。ただご心配な方は、あえてその子宮の体がん その内膜の検査までしなくてもですね、今婦人科の方ではエコーで子宮の内膜が熱くなっているかどうか分かるわけですね。で、子宮頸がん その検診をするとき、いい先生であればもしかしたらその内膜エコーをして痛い検査をしなくても分かるかもしれません。内膜が分厚くなってたら検査をしましょうということでいいんじゃないでしょうかね。それから3点目の視触診に関しては、おそらく僕が普段見てらっしゃ見させてもらっている患者さん僕見てないと思うんですね。見てくださいと言っても、僕の診察室の入ってこれた中で服脱いでくれる方は見てますけど、おそらく誰も服脱いでくれないのでおそらく年1回もしくは半年に1回お会いするときに1分2分の視触診をして、もちろんそれ分かることもあるか分かりませんけど、でもおそらく普段皆さんが1ヶ月に1回きちっとお風呂に入った時に
手に滑りやすい石鹸をつけてですね、鏡の前でちゃんと触っていただいてやっていただく方が正確だと僕は思っているので、自己検診はちゃんと指導しアドバイスしているつもりですけれども、あえてこちらの方からもう絶対見ないといけないという、ただリンパ節とかその辺は時々気になる方は見ています。ただそこは山口先生また考え方違うと思うので、すいません、お願いします。うちはまあガイドラインに準じて、放射線基本的にやってますね、ほぼ全員ので、ただデメとして、まあ、先ほど松田さんおっしゃったのと、あと乳房切除した後の放射線に関しましては、まあ、再建後日再建する場合にちょっと、放射線当てても再建できるんですけども、形成外科の先生的にはその皮膚の膨らみの時にちょっとデメとあるという話はあります。それは、放射線乳房切除の後でも昔、数年前にもちょっとリンパ節1個でも転移あればラジオにした方がいいという、まあ、先のガイドラインの話になってくるんで、それは話して、まあ、どうするかという患者さんにお話することがあります。で婦人科検診も原則進めてます、閉経前の方には。それはもうどの感覚で見るかはもう婦人科検診はお任せしてます。で食事に関しましては、実は僕ああいうこと言ってません、僕基本的に僕の反省してまして、まあ、できるだけ見るようにしてるんですけど、まあ、正直なかなか外来が終わらないというのがありまして、まあ、そんな理由になったらいけないんですけど、できるだけ見るようにしてます、できるだけ見るようにはしてます。はい、ありがとうございます。本当にやっと温まってきて皆さんから質問が出てきたんですけども、もう本当に後半またウィッグの素晴らしい、イベントもありますので、一旦ここで切らせていただきます。